昨日見た夢の話をしよっかな。昨日ね、なんかね、異世界転生ものだったな。で、なんか、あの、魔王とかいる世界観だった。でもなんかその、性別はね、うちはね、普通にうちだったな。女の子で。で、なんか、これから魔王が来るみたいな話で、でもなんかその魔王とうちは戦う力はまだなくて、他のなんかその人たちが頑張って戦うみたいなところで、まだなんか戦えないメンバーみたいのが何人かいて、戦えないメンバーの一人を誘って女の子なんだけど、なんかうちが元の世界に戻る方法を知っているから、なんか魔王軍が来る前に、あの逃げようみたいな、これは負け戦だから、魔王軍が来る前に二人で逃げようみたいな、元の世界に逃げようみたいな話をその子にして、で、なんかうちはね、完全に逃げ腰だった。もう戦う気なんか一切なかったね。もうそう。で、それで、もうね、逃げたんだよね。なんかさ、逃げる夢ってなんか夢占いであった気がする。夢占いというかなんか心理的な意味合いで。なんか、ちょっと調べてみよう。逃げる夢を見るのはなぜですか？逃げる夢は、現実からの逃避。うち現実逃避してるらしい。現状がうまくいかなくて、大きな不安やストレスを抱えています。逃げ出したくなるような悩み事があることが多いです。あなたの消極的な態度を警告しているケースもあります。夢の中で逃げ切ることができれば悩みが解決できるという吉夢。あ、でも夢で逃げれたな。近いうちに問題が解決し、不安やストレスから解放される。嬉しい夢です。ほー。